こんにちは YouTube の皆さん、えー、ゆうきです、えー。本日はですね、ISO20022、えー、についてまた話します。最近ね、この動画ばっか上げてますね、テーマについてね。うん、しかし今回は、えー、XDC について話しましょう。えー、前回の動画でスイフト入ってますよねってね、うん、これシンフィンだねって。だから XDC の話になるよねって言ったんで、 動画撮ろうかなっていうことで、まあ、この際ね、もう全部撮ろうということで、えー、XDC について話しするんですが、えー、タイトルを見てもらったら分かる通りですね、2022年に目をつけた方がいい5つの暗号通貨です、これは。ね、それがなんと、ね、ISO20022 に準拠してる暗号通貨ですよっていう,こう記事が出てました、皆さん、ナスダックから、うん、出てました。ね 2022年になってから皆さんにお知らせしてます、ねあのー。これは皆さんに話しおこうということで、ナスダックのライターも同じところを目つけてるわけです。うん、だから皆さんに紹介したっていうことは、投資,家と,投資としては、ね、目線的には正しいわけです。うん、っていうことがあの裏付けされました、これで。ね <laughs> はい、えー、動画初めての皆さん、私はですねまあ株と為替の、ね、トレード、あの毎日やってるんですが、今年はね為替を極めようと思ってます。はいそれなんで、あの毎日ね値動きの研究してます。暗号通貨の YouTube you はあの、まあ、数年前からずっと上げているんで、今後もねずっと上げていくんでよろしくお願いします。はいえー、あとです、ね、コメントたくさん皆さんありがとうございます。ねあのゆうきさんが言ってくれるるなら安心できるわとか ね、ゆうきさんが一番信用できるっていうコメントありました。うん、ね、俺もね、みんなの、ね、みんなにはさ、あの、誠実に、うん、してる、あの、動画上げてるつもりだからさ、ね。うん。そんだか、だからね、そういう、まあ、メッセージくれるとね、うん、いや良かったな、と思って、ね。うん。はい、それと、あの、コメントね、全部ね、あの、読んだらね、反応返してるんで、 反応がない人は YouTube にね、あの、抹殺されてます。はい。あのね、何人かいるはずです。抹殺されてるメッセージ。ね。はい。ではね、今回の話、お付き合いください。ね、えー、暗号、未来の暗号の向上の触媒となるって書いてありますよ。ね、えー、制度、制度的な、世界的な電信送金と暗号の世界は、 え長いい間互いに対立しかし ISO20022 のおかげでこれらのサービスは共存し両方の世界の最高のものを提供することができるようですしかしこの来る標準から最も利益を得るために購入する暗号資産は何ですか幸いなことにさまざまな ISO20022 暗号を選ぶことができます はいえー、動画初めての皆さん ISO って何なのかまたどういうものなのか誰がやってるのか何でじゅ大事なのかっていうことは、えー、概要欄にリンク貼っとくんで、ね、あの2つとも見てください「えー、国際標準化機構は ISO2002 に標準の制作の背後にあります」「この組織は金融機関間でメッセージを開発する標準的な方法を1つ得るための方法として ISO を導入しました」 実際世界中の機関がこれらのメッセージに独自の異なるコーディング言語を使用しており国際的な移転を非常に混乱させ組織化されていないプロセスにすることができます、うん、ちょっと200はもう読まないね ISO だけにするからね ISO はこれらのメッセージ形式を全て単一言語、うん、マークアップ言語 XML に統合しますあれ これさ、前回紹介したときさ、XLM だったよね。こっちは XML になってるね。ね、みんな。まあ、どっちでもいいね。<laughs> はい。多くの組織が ISO20022 を支持し始めています。支持し始めてるって。えー、特に世界銀行間金融通信協会 SWIFT は2018年に標準の背後に支持を置きました。組織はメンバーを i s o に標準に移行しています今月初め組織やクライアントが標準を感じるためのテスト環境を展開しました来年末までに標準を完全に実施する予定ですということでこの記事はですね去年の12月の記事になってるんで12月かな、うん、の記事になってるんで、うん、来,年来年末までにいうのは今年の、ね、年末までの話です。 はい、米国政府は ISO2002 の採用を大幅に促進する手助けをしています連邦準備制度理事会 FSR は連邦準備制度理事会 FRB が2023年後半にこの基準を採用すると言っています FSR と SWIFT の支援は ISO2002 に重要な支援を与えます 準拠した ISO20022、暗号はスイフトの採用で2022年にブームを見るでしょう。うん、ISO20022、標準はいくつかの暗号の邪魔になる恐れがあります。この企画の採用はビットコイン。 えーのような暗号の邪魔になり国際的な送金が行われるように指キタスにならないようにすると信じている専門家がたくさんいます。しかし ISO20022 暗号の一握りについてはそうではありません。ISO20022 のコンプライアンス要件を準拠した5つのデジタル通貨があり SWIFT がフォーマットを採用するにつれてその年に向けて適切な役割を果たします。はい。このね部分について 暗号の邪魔になる恐れがありますっていうのは前回話しましたねね ISO の企画に入ってないんですビットコインとかイーサリアムとか、ね、あと他にもソラナも入ったね、うん、はいまあその,あの動画リンクあの貼っとくんで見てくださいえ2つの暗号通貨は ISO20022 に準拠しているだけではなく ISO20022 スタンダードの本体のメンバーです これの通貨はリップルとステラルーメンです。これ前回と前々回もうずっと話してきてますね。分散元大腸技術の標準化を開くこのボディに追加される2つの最初のです。ステラはその安定したコインの発行操作の根源にステラを使用する IBM を通じてこのタイの一部です。これも前回ずっと話してきてます。あの レジストレーションマージュメントグループの紹介前回しました、はい、その中に、ね、あの入ってるんですよねっていうこの話しましたよね、うんはい、ISO20022、ね、準拠しているその他の暗号については x d c i o t a アルゴランドアルゴねこれも前,前回に話してます前回も話してます ね、うん、可能性があるよってこと。だけど、ここでは入ってるって言ってます。ね。アルゴとアイオータ。うん、チェックした方がいいよって、皆さんに教えました。ね、ここでは、ね、しっかりと XDC とね、ね、うん、書いてあります。ね。うん、前回の話したの、ね。あの、そのグループメンバーには、うん、スイフトが入ってるから、ね、シンフィンの話ですって、ね。うん、言った通りですね。XDC 入ってる。 はいえー、非準拠の暗号と区別するのは国際的な電信送金の合理化に汚点を当てているのです。従って彼らの ISO20022 企画の、えー、最も最初の採用者の 一部であり機関からの支援が急速に広、高まっていることを見ています。これら5つほど、他に、え、準拠とすると渡される暗号が3つあります。しかし、これらの暗号はまだ正式にそのようにリストされていません。このリストには、ヘデラハッシュグラフも、これいいんじゃないのってずっと言ってきてるやつじゃん、俺が。ね、えー、クアント、カルダノが含まれます。しかし、 まだ正式にそのようにリストされていませんって。ね。うん。けど、ヘデルハッシュと、クアントってクアンタムのことでしょ ?QNT か。ね。うん。と、カルダノだって。ね。これ持ってる方。おめでとうね。俺の動画では一回も、ね。あの、紹介さ、してきてないからさ。ね。やったねうん。噂されてるってよ。うん。もう噂されてるってことはもう入ってくるから。ね。みんな。 うん、大丈夫だよ、はいはい。ということでね皆さん、えー、今回ですがね2022年に目をつけた方がいい5つの、ね、暗号通貨ということで、ね、出てきてるね、うん、暗号通貨はね、うん、XRP とステラと XDC と IOTA とアルゴ g o です。うん だけどね、俺はあのー、タイトルでさ、XDC の動画を作りたいから、ね、タイトルには XDC しか入れないけど、ねうん、だから、えー、リップル、ステラ、XDC、アイオータ、アルゴ、じゃあどれ買えばいいんですかってね、思いますよね。どれを一番買えばいいのかとか、ねうん、新規の人はどれにしようかなとかさ、ね、いろんなあの人がいると思うから、うん、あのね、そういう時って、 俺が思うのはね、あのー、どれか一つにしなんでいいんです、皆さん。ねうん、そんなのさ、ねあのー、こっちよりこっちの方がいいとか、ね、こっちよりこっちの方がいいとか、ねうん、その考えが正しいんです、皆さん。ね、個人がそういうふうに思ってる。ね、リップルよりステラの方が好きだとか、ね、それでいいんですよ。正しいんです、それで。だからステラを買う。正しいんです、それで。ねうん、ただ、ね どれが一番いいパフォーマンスを出すのかなんていうのは分からないから発揮してそうでしょね結果論だからねそんなの全部期間にもよるからね何月から何月まではねこれがパフォーマンス良かっただけどね,ね何年から何年まではこっちのがパフォーマンスが良かった結果論全部どれがいいかなんてことは分かんない、うん、ねあなたが決めるものが正しいんだけど全部買えばいいのちょっとずつねステラちょっと買って XDC ちょっと買って IOTA ちょっと買って アルゴちょっと買えばいい。うん。ね、アルゴランド。ね。だけど、ね、日本の取引所では、ね、XDC はまだね、上場してないから、ね。うん。じゃあ、リップルとステラと、ね。IO とはしてる、うん、まあ、してるとして、アルゴもしてるとして、ね。こことここだけか,かって、その4つをかちょっとずつ買うとか。ね、それでいいんだよ。ね。それが10万でも、ね、1万でも、100万でもいいの。何でも。ね。1万ずつでもいいんだよ。 アイオータ1万ねアルゴ1万 XDC1 万ステラ1万ねリップル1万これでいいんです皆さんねどれかに集中してもし,なしてもね、うん、それがね一番いいパフォーマンス出るとは限らないしねそれで納得できるんだったらそれ選べばいいんだけど全部買った方がいいよそんなのちょっとずつね仮想通貨の,あの投資なんていうのはあのカオスだからね、うん、ね化学反応が起きてどれかが爆上がりするとかっていうのは ね、予想外のことが起きるんですだから全部ちょっとずつ買えばいいの。日本の取引所でねあの初心者向けで言えばさ日本の取引所であの買えるものに、ね、あの分散して買えばいいじゃん。ね、IO と R5XRP ステラ、ね、この4つを1万ずつ買うとか10万ずつ買うとか、ね、だけど全体のポートフォリオではさ、ね、5%から10%で買えあの考えればいいんだからさ、ね、だけど、ね、あの全体のポートフォリオって言ったって、ね、と株と国債と、ね、じゃあ仮想通貨って。 ね、あでと現金って仮想通貨でしかやってないよっていう期待なんってねいう人もたくさんいると思うからさ、うん、だからそれはね、うん、あの仮想通貨ね買うんだったら、ね、そういう買い方すればいいんじゃないのって俺は思うよ、ねうん、であの株のねあの投資も、ね、勉強してください皆さんああの暗号資産しかやってないんだったらね、うん、やっぱりあの インデックスねあのちょっと勉強した方がいいね株、うん、であの仮想通貨はねあのちょっとずつ買っとけばいい、うん、長期目線で、ね、で今ね株価の暴落まだ止まってないからね、うん、止まってないけど、ね、買いたい人は買っちゃっていいけど、ねうん、だからあのちょうど買うにはいいタイミングだよって話だし、ねうん、株価の暴落は止まってないけどさで買うには、ね、あの新しく新規で買うにはいいタイミングだ うんね、だけどあの暴落止まってないっていうことで、うん、止まったらお知らせするから動画動画で、ね、一応、うん、はいそれなんで、えー、今回はねヘデラハッシュグラフとねクアンタムと、ね、カルダノも入ってきたねもうたくさん増えてきたからもうどうするって、ね、いうことも思うかもしれませんがちょっとずつこのねあの5つだけ買えばいいですね。うん いや、俺はカルダノが好きだって人は、カルダノをね、あの集中して買えばいいんだよ、別に。ね、ただ、ISO の企画に入っているね、あの、このテーマに沿って、ね、目を光らせる5つの、ね、準拠した暗号っていうことで、今まで、ね、動画、あの、過去に上げてきた、ね、うん、XRP とね、ステラの話の中にも出てきてる、ね、うん、XDC が今回ちゃんと入っているっていう、ね、文章として入っているんで、 これは紹介するのにいいなと思って、ね、そのタイトルの動画を作りたかったからさ、ね。うん、いや、XDC いいの知ってるよ、ゆきさんって。ね。<laughs> 思ってると思うけどさ、みんな。ね、うん。俺もだから持ってるよ。ね、もちろん、うんね。だけど、文章でこう入ってるものが分かりやすいからさ。で、そのタイトルの動画作るためにゆあの読み上げました、今回。ご紹介しました。ね。それとこういう話は何回も聞いとけばいいの。ね。うん。はい。ということでさ、ね、あのみんな。 あのちょっとくどかったんだけどさね ISO について何回も動画上げてごめんね <laughs> はい、はい、じゃあさ株の暴落が終わった時は俺ねあの動画あげようと思ってるんでねだけど今安いからね長期目線で買ってもいいんだよ別にねうん XDC のチャート見てこうかね今回タイトル XDC で上げるからさねはい はいさ,さん XDC のドル建ての週足になってるんだけど今日本円でね7円7円だよ7円安い <laughs> ねでこれ前回もねあのー、一番直近で使ってさ XDC のチャートのままだからね、うん、上抜けてねこういうの見てあの上行きゃいいなって言ってたけどこういう場合いっつも落とされるとこ見てきてるからねってね言ってきたけどねまた落とされた、うん、結局落とされたまあ株の暴落ね来るからしさか通貨もねあのー 落ちるよってことさ言ってきてたけどね、うん、まあそれ理由があって、うん、そういう理由でまあ落とされて今下落、ね、チャンネルまた戻ってきてるからさ、ねうん、もうここからさもう横展開なわけよ、ね、横展開ってってもねここまで落とす可能性十分あるからねあのー、株価の暴落まだ止まってないから今買ってもいいだけど安いから、ね、そんな気にする必要ない暴落止まってから買おうがね今買おうがね、うんそんなの。 はい、というふうに見てます俺はね、うん、一応あの暴落株価の暴落終わりましたっていうタイトルの動画はあの出す、うん、出すけどさちょっとビットコイン見ようか、はい、皆さんこれビットコインの円建てになってます1月のね25日火曜日23時43分です、はい、価格が 419万420万だった今 <laughs>、ねうんえー、今下げ止まってね、うん、リバウンド始まってんのかな、うん、っていう感じがちょこっとだけ出てんだけどさ、ね、だけどこれ下げ止まってるのかって判断どっちなのって言ったら下げ止まってないよねっていう判断の方が正しいんじゃないかなっていうふうに思ってる、うん、どっちかどっちなのって言う聞かれればね、うん、ビットコインね、うん で一応このピンクのラインはつ、あのー、ける可能性があるっていうライン、うん、320万7000 <laughs> ね百、うん、327万7000、ねうん、可能性、うん、ある、うん、あるなぜなら、うん、株価の暴落が止まってないから、うん、ね、でアルトコインをだから、あのー、買うっていうのは 今買ってもいいんだけどさねイーサリーも見ようか買ってもいいんだけど株価の暴落が止まってから買ってもいいんじゃないのっていう感じかなイーサリーこれドルだってたはい円建てえー、27万8万八千ねうんピンクのラインこれもそうねあのつける可能性がある うん、だから、えー、イーサリアムとビットコインを見てアルトコインを、ね、あの買うっていう人は多いんだろうから、ねうん、今アルトコインを買うのもいいけど暴落が止まってからあの株価ね、うん、か買うっていうふうにしても、うん、全然いいと思うんだけどね、うん、ただ皆さんのそれはねやっぱ判断だね。うん はいステラねステラはそうだねステラもえっ、ー、と22円かね22円だけどね今も安いんだけどさ、ね、もうちょっとあの下げる可能性がやっぱりある、うん、もうちょっと下げる可能性ある ここねうん、今買ってもいいけど暴落が終わってからゆっくり別に買ってもいいと思うよその時に今の価格よりねあの高くても、ね、別にそれはいいじゃんって思いますね俺はね今買ってもうちょっと落ちたらまあもう一回買うって落ちるの見込みで、ね、買今ちょこっ,っと買って落ちたらもうまた買うっていう方法でもいいしさね皆さん、うん、それはあの皆さんが決めてねステラ。 あれ今イサレンもあったやったよねイサレンもね、うん、分かんなくなっちゃう <laughs> リップル円建て、えー、今68円ねうんオレンジのライン69円とこで引いてやったんだよねうんまあ別に60分どっちも同じだうん 前回の動画で言ったのは今ねあの暴落してるけど、ね、ここでちょこっと買って落ちるの見込みでちょこっと買ってこのあの水色はね50円のラインだから、ね、50円のラインのに近くなってきたらもう一回買うとかさ、ね、見込みで落ちるの見込みで買う、ね、別にあのそれでもいいんだけどね暴落株価終わったよっていう動画出すからねその後ゆっくり買ったっていいんだよ。ね でそれはあの、えー、今言ったさねあの5つの ISO の基準を満たしてる、ね、準拠している通貨を5つ、ねうん、あのちょこちょこちょこって買えばいいんだから、ね、別に1つ1個にあ、ね、絞って買ったって、ね、自由みん,なみんなの本当に、ねうん、ただ俺はそういうただあのアイデアを提供してるだけだからさ 全然従う必要ないから、本当ね前回も言ったけどこのラインをねこう横展開して抜けてこないと上に行けれないから XRP ねだから時間かかるまだ、うん、落ちるにしても落ちないにしても、うん、時間かかるって言ったらまあ焦ることないんじゃないのってねあの今買いますねももいいんだけどね買いますなんでもうちょっと時間かかるからね、うん ゆっくりあの見ていけばいいんじゃない暴落終わってからってやっぱり、ね、俺はあの暴落終わってからって自分で判断できたらにするからさねえエイダうんエイダもすげえ下げたね116円か今300円までつけてうん はい、まあそんな感じで、えー、まあ私がねあの言ってるのはいつもあの私のねアイディアなんで買う、ね、何を買うのかいつ買うのか、ね、いつ売るのかあの皆さんが判断してくれればいいと思うけどさ、ね、あのダンがさ、ね、あのヘ元ヘッジファンドのダンの動画俺あのよく見てるんだけどあのダンがでこの。 つうかこのこの株が危ないとかさねこれを買うとかあれを売るとかねベストチャートとかさねあねのしょっちゅう出してるじゃん。ねで長期投資とね短期投資があってっていうことも言って言ってはいるんだけどねこれは短期のものですよこれは長期のものですよってね毎回説明してさね売る買うとか危ないとかねこれはいいとかって言ってるけどいつもそれを見てねあのー 1>, 1回もその通りにしたことないから俺、うん、だって人が言ったことで売り買いなんかできねえもんねみんなうんあの段の分析のねやり方とかさ順番とかさねそういうのはあのどこを見るのかとかさ、ね、そういうのはあの見てるんだよ、うん、で売れ買え危ない、ね、これは上がるとか <laughs> ね1回もそれでエントリーはしたことないうん本当に、ね、あとさコメント見て <laughs> みんな ダンの動画出したコメント、うん、マジでねほんとみんな好き勝手なこと言ってるから <laughs> 本当に面白いあれ <laughs>、ねうん、好き勝手なこと言ってるっていうのはね好きなこと言ってるって意味だよ、ねうん、感謝の言葉とか、ね、否定する言葉とかいろいろ出てて面白いから見てみて本当に、うん、<laughs> はいということでね皆さん、えー ちょっと戻ろう、えー、テーマは XDC についてねあの話してるんだけど、ね、2022年に目を光らせる5つの準拠した暗号、ね、準拠するというのは ISO に準拠している暗号ってことです。ね、それは最も利益を得る最も利益を得るために購入する暗号通貨は何ですかの質問に対して。 5つの、ね、暗号通貨を今回ご紹介しました、ねまあこれ今までもぜ紹介してきてるんだけどで今回 XDC って入っていたんで、ね、これはいいと思って、ね、そして XDC アルゴ IOTARIPPLESTERA、ねえーうん、それと予定しているヘデラハッシュグラフとカ、えールダーノと QNT、ねうん、これは予定。 それと長い間に対立してきましたね、うん、しかしこれらのサービスは共存しって書いてあるんです皆さんねこの記事では共存するんですそういう時代に入りますということですはいということで今回の動画、えー、もしねあなたが気に入ったら是非ねあのチャンネル登録してください、ねうん 次回は予定通り、えー、リップルと、ね、シンプソンズの話がリクエスト来てるんでそれをあげようと思います。はい、じゃあねー